本格的な暑さを迎える前から徐々に患者が増える熱中症。去年県内では5月から9月にかけて合わせて793人が搬送され、比較的過ごしやすい日が続く5月にも27人が搬送されました。普通は体温を下げるのに汗をかきますが、体内の水分が足りないと汗が出ず体温を下げることができません。また湿度が高いと汗が蒸発せず体温がどんどん上昇し熱中症となります。これから梅雨の時期になりますけども、そういった湿度が高い状態になると熱中症が増えていきます。また消防庁によりますと、全国では去年5月2668人が熱中症で搬送されました。今の時期は体が暑さに慣れていないため、5月だからといって油断しないことが大切です。ゴールデンウィークになるとイベントが多く開かれます。そういった時にはこまめに水分補給を取るようにして熱中症を予防するように心がけてください。日頃から体を動かして暑さに負けない体力を作りましょう。野田気象予報士によりますと、熱中症の患者が急増する6月と7月の平均気温は今年は平年より高くなる予想だということです。例年県内は5月や6月くらいからですね、30度以上の真夏日が出るようになってきます。この最初の真夏日のタイミングなどから急な暑さで熱中症になることもあるというふうにもされていますし、6月以降本格的な暑さが出やすくなる可能性があります。この本格的な暑さになる前に、今のうちからですね、なるべくこう室内ばかりにいなくて外に出るなどして暑さに体を徐々に慣らしていくということも必要になってきそうです。